グレアムガーデンは、スコットランド出身のコメディアン、脚本家、俳優、TV パーソナリティ、イギリスのテレビシリーズザ・グッディーズのメンバーとして有名。スコットランドのアバディーン出身。レプトンスクールを卒業した後、ケンブリッジ大学の一つである、エマニュエルカレッジで医学を学ぶ。大学にて、ケンブリッジフットライツに参加、1964年には、 同クラブ会長も務める。同年のエディンバラフェスティバルフリンジでは、フットライツ公演スタッフホワットドリームスアーメイド、オブを行う。ガーデンは、キングスカレッジロンドンにて、医師免許を取得するが、実際に医師として働いたことはない。命を救うよりもジョークを言うことを制御としたことについて、どう考えているのかという質問に対し、うまくやれたと思えない。医者かコメディアン。 どちらが広く人類の娯楽に貢献できるか面白い質問だけどただ僕は医者としては成功しなかっただろうし幸せになっていないと思うガーデンとビル・オディはコメディドラマドクトル・イン・ザ・ハウスの多くのエピソードを共同執筆している中でも第1シーズンのほぼ全て第2シーズンに至っては全エピソードを書いておりその続編である ドクトル・アット・ラージシリーズとドクトル・イン・チャージシリーズのエピソードも共に執筆している。後に、ガーデンは、サージカル・スピリットを書き上げ、さらに3つのシリーズを BBC が発行している雑誌、ボディ・マターズにて発表している。ガーデンは、脚本家並びに、キャストとして、BBC のラジオコメディ番組、I am sorry, ーア i l l read that again に参加する。I am sorry, アイルリードザットアゲーンの初期シーズン中、ガーデンはまだ在学中であり、プリマスでの医療参加学コース受講などの理由から第3シーズンへの参加を見送ることになる。しかし執筆した台本だけは番組へ郵送し続け、ロンドンの大学に戻るなり、再び愛したに出演する。随所にて、ガーデンが持つ医師免許をネタとしておちょくられることがある。 例えば愛した25周年記念放送の会にて、デイビッド・ハッチに、まだ、物書きをやっているのか尋ねられるシーンがある。テレビ向けにも、コメディシリーズ・トゥアイス、A ・フォートナイトを、共同執筆、ビル・オディ、テリー・ジョーンズ、マイケル・ペイリン、ジョナサン・リンラと共に出演もしている。後に、ガーデンは、ティム・ブルック・テイラーと共に、コメディシリーズ・ブロード・ンユア・マインドに、 脚本家兼キャストとして参加する。ガーデンは、ティム・ブルック・テイラー、ビル・オディと共にザ・グッディーズのライター、キャストとなる。また、バナナマンという子供向けアニメにて、主人公のバナナマンやゼネラル・ブライト、モーリス・オブ・ザ・ヘビー・モブなどの声を演じた。ヒーローもののパロディである、このシリーズには、グディーズの残りのメンバー、ブルック・テイラーと、オディも参加している。 アムネスティ・インターナショナルのチャリティイベントである、ーポケインザ・アイにも、ブルック・テイラー、オディと共に出演、グリーズのヒット曲ファンキー・ギボンを歌う。グリーズは、同じ曲で、トップ・オブ・ザ・ポップスにも出演している。1982年、ガーデンは、オディと共に SF ・シット・コム・アストロノーツを制作、セントラル・インディペンデント・テレビジョンと ITV にて放送された。番組の設定は、 近未来の国際宇宙ステーションだった。ガーデンは BBC ラジオにロングラン放送されている即興型コメディパネル賞を I I'm sorry, I have b e n t A Crew に現在も A 級回答者として出演している。またイ a s y h a のスピンオフである y o u ハブ Have Had Your t e を制作、出演、またモーニングテンクレッセントという番組内の人気ゲームのガイド本を含めた。 関連書籍の制作にも携わっている。ガーデンは舞台俳優としても成功を収めており、ロイヤルナショナルシアターロイヤル、ナショナルシアターのプロダクションやロンドンのウエストエンドでも出演経験がある。また BBC ラジオ4で放送されたコメディドラマやピークプラクティス、ホールビーシティなどのテレビドラマにも出演している。BBC の人気ドラマ、ドクター。 ーのスピンオフラジオドラマバンバニエーブームにも出演している。ティム・ブルック・テイラーと舞台ザ・アンバーニッシュ・ド・トゥルースにて共演している。劇作家としてザ・ポケット・オーケストラの脚本を制作、ロンドンにて2006年4月26日から5月20日まで上演された。グレアム・ガーデンはエマ・ガーデンとの間にトムという息子が一人いる。前妻である。 メアリ・グライスとの間に二人の子供を設けている。息子ジョン・ガーデンはシザー・シスターズのキーボーディストであり、2006年に発表されたシザー・シスターズのアルバムの共同作曲者に名を連ねている。娘のサリーは学校の副校長を務めており、父は股関節部骨折の分類分野にて巧妙な整形外科医 RS ・ガーデンである。現在は オックスフォードシャイアンに今日構え、絵を描くことと、バンジョーを弾くことを趣味としている。その腕前は、グディーズのエピソードジェンダーエデュケーションやバンファイトアットザー、OKT、OK、ルームズでも見ることができる。他のグディーズメンバーとの共同執筆。ありがとうございます。